川北リハビリテーション病院作業療法士の石田です。現在高齢化の進む日本では認知症と診断される方が増えています。脳トレーニングで脳の活性化を図りましょう。まず認知機能とは、一般的には主に認知症における障害の程度を表す場合に用いられることが多いようです。認知症では物忘れに見られるような記憶の障害のほか、判断、計算、理解、学習、思考、言語などを含む障害が見られる脳の機能として表現されます。今回の脳トレーニングの問題は、思考することや判断することで脳を活性化させ認知機能の維持につながります。それでは脳トレーニングに挑戦してみましょう。画像の一部が変化します。探してみましょう。答えは左上の焼き魚のサイズが変わりました。この青い漢字は下の4つのどれでしょう。答えはアユです。横から文字が流れてきます。読み取りましょう。少し簡単でしたね。少し早くしましょう。さらに早くなります。いかがだったでしょうか。日々の生活から頭を使うことを意識し、認知機能の維持に努めましょう。